ですね、これはですね、ミトちゃんと中村倫也さんが結婚したのっていうのは、まあ、結構ね、皆さんもね、びっくりしたっていうのも多いんですけど、まあ、なんかまさかそこって感じだったじゃないですか。なぜバレなかったかっていうのが書いてあるんですよね、これね、ポストセブンですか。相手が有名俳優の中村倫也となれば、そんなカモフラージュだけでは到底隠しきれない、目撃情報が一切なかったところが、交際の噂すら立たなかったのは、ちゃんと理由があると。仕事関係者にはもちろん、三浦さんはお父さんにも交際を隠してました。ふとした時に間違って下の名前で呼ぶことがないように、交際中にもかかわらず呼び方は中村さんと徹底。また、お互いのマンションを行き来すれば関係が露見すると考え、同じマンションの、しかも同じフロアに住んでいたようですと。これ最近よくありますよね。松坂桃李君なんかもそうだったんじゃないですか、これって。違うかな、誰だ、ガッキーがそう、ん、なんかそういう人最近いましたよね。同じマンションに住んで分かんないようにするっていうパターンね。なんか前も誰か聞いたな、それ。周囲に交際悟られたくないという三笘菜の思いを叶えるため、中村自らの生活スタイルを変える覚悟を決めていた。かつて中村さんは家賃9万円ほどのアパートに住み、近所のコインランドリーで洗濯をする姿も目撃されるなど、かなり庶民派な生活を好んでいました。芸能人らしく帽子とサングラスで変装することもなかった。これだから、結構僕はこれを読んで中村倫也をなんか見直したっていうんですかね。ね、変装なんかしないで堂々とコインランドリーとか、しかも家賃9万円っていうね、一般の人が住むぐらいの金額ですよね。いや、なんか好感持てますけどね。それが三浦アナと付き始めた頃に、セキュリティバッチリの芸能人御用達のマンションに引っ越したんです。極秘愛を育むために半ば強制されるようにして引っ越しを決意したんでしょう。ああ、ミトちゃんに強要されたってことね。芸能人御用達のマンションってのはあるんですね。初めて聞きましたね。仮に同じマンションに出入りする姿をマスコミにキャッチされたとしても、そこに住んでるのは当たり前のこと、交際中と断じることはできませんからね、と。まあ、それはそうですね。住んでるところに帰ってきたっていうだけであって、偶然ね、何人も芸能人がそこに住んでるんであれば、まあ、ここに住んでる人多いよね、で終わるぐらいですね。まあ、しかも世帯数が多いんであればね。セキュリティがいいから、ここにみんな住むのか、みたいなね。でも、これで、もし、こういうのがね、芸能人割と多くて、特に眞優さんだ、コロナ禍になってあんまり外に出歩くことができないから、自宅でデートを重ねるために同じマンションにっていうのが増えたみたいな話をしてたのかな。でも、ミトちゃんって、まあそういういいマンション住んでんだなって僕は思いました。芸能人が住むようなとこにミトちゃん住むんだって思いましたけど。ね、一応女子アナといえどサラリーマンですからね。そんないいとこ住んでんだと。それでですね、ちょっと問題なのが昨日届いたんですよ。ライドさん、こんばんは。毎日欠かさず見ています。今 YouTube 見たらこんなコメントが、思わず LINE してしまいました。事実なのかな。竹物推しの私はびっくりしてますっていうのが届いて、それで添付されてきたんですよ、そのスクショが。そしたら、その YouTube ですね、モネちゃんの YouTube なのかな、コメントですね。山本さん面白すぎるっていうので、山本浩二さんとモネちゃんこいつで思い出すみたいな感じのコメントの下に、やっぱりモネちゃん、住野隼人さんと同じマンションでお付き合いされてたんですね。この CM で佐藤さんとの妄想族オタが騒ぎ出さないといいのですが、と。これどういうことなんですかね、この CM でってこと？この CM でなんかバレたんですかね。どういうことなんだろう、これ。なんで分かったんだろう。住野隼人さんと同じマンションでお付き合いされてたんですね。この CM で佐藤健さんとの妄想族オタが騒ぎ出さないといいのですが、っていうコメントなんですよ。この CM の中でなんか、住野隼人さんと同じマンションだっていう何かが出てんのかな。なんだろう、ちょっと分かんないですけど。これはかなりあれじゃないですか。びっくりする話じゃないですか。ね。先ほど言ったように、同じマンションってのは最近のトレンドですよね。芸能人お付き合いの。で、住野さんってのは、ちょっとモネちゃんと若干噂があるというのかな。なんかそれを言ってる人も中にはいて、まあ、それが本当かどうかはわからないけど、まあ、一緒にね、紅白とかでも共演したのかな、住野さんと。カティンっていう人ですね。紅白でやったのか。でも、彼女がいるんじゃないの？住野隼人さんって、これを見ると。どうなんだろ
イケメン天才ピアニスト YouTuber として人気を誇る角野隼斗さんの結婚相手はミス東大で、上白石萌音さんが彼女という噂も本当です、本当なのっていう。チャンネル登録者数77万人、結構いますよね。爽やかな顔立ちが整っている女性に人気の高い方、結婚してるのか。しかし、調査してみたところ、角野隼斗さんは結婚しているという情報は発見できないが、しかし交際されている方がいる。その人物は、森麻子さんという方。で、彼女がいるみたいですね。前述しましたが、森麻子さんという方で、東大出身ですと。しかも、東大在学中はミス東大のファイナリストに選ばれて、まさに才色兼備の方ですと。ほうほうほう。かわいいですね。ミス東大コンテストに出場されていただくことになりました。2年生の森麻子です。なんだろう、こう。ショートカットで可愛らしい人ですね。東京大学経済学部らしいですね。東京大学のピアノの会っていうのがきっかけで交際に発展した。角野隼斗の彼女は、上白石萌音説もあり。それは、第72回 NHK 紅白歌合戦で共演したことが理由となっています。息がバッチリ合っていたので付き合えばいいのにと感じる方が多かったようですねと。どうだろうな。YouTube としての年間は600万円ぐらいなんじゃないかということですね。YouTuber はね。で、他もろもろで1000万ぐらいの年収なんじゃないか。ピアニストとしてってことだそうです。なんかちょっと気になる話が出てましたよね。その、モネちゃんと同じマンションなのかどうなのかちょっとわかんないですけど、なんかそういう噂が出てます。